おい、返事しろよ。おい、息してない。マジかよ、俺がこいつをどうしよう。警察になりすました犯罪者がヤクザの事務所を訪ねた結果、俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。あ、こんな時間に、何なんだあいつ。思わず逃げてきちまった。なんとかしないとバレる。いや大丈夫、あの時間俺があそこにいたことは誰も知らないはずだ。待てよ、あの時建物から出た時誰かいた。あの男、俺の顔を見たかもしれない。もしあいつから警察に情報が漏れたらおしまいだ。口封じするしかない。どうせ手はもう汚れちまってる。一人も二人も変わられ、あの世に送ってやる。どこのドイツなんだ、顔をよく見なかった。あいつの入ったあの建物に行けばわかるかもしれない。自然に接近するにはどうしたら。偽警官トドロキさん、昨夜近くで殺人事件があったらしいっすよ。なんだって、物騒だな。だから今朝から警察が集まってやがるのか。トドロキさん、玄関に警察が来てはります。警察ありがやか。いえ、男です。近所で殺人事件があって、何か心当たりはないかと言うてはります。ああ、阿部が今さっき言ってた事件のことか。聞き込みだな。特にねえが、痛くもねえ腹を探られても面倒だ。何かあれば知らせると伝えろ。そうでしたか。もし何かあれば知らせますんで。ありがとうございます。事件で周辺の警備が強化されておりまして、私はパトロールでこの付近を巡回しています。後日同じ時間にまた参りますので、もし思い出したことがあれば知らせてください。くそ、あの建物土蜘蛛の屋敷じゃねえか。ということは昨夜のあの男、よりによってヤクザとはな。警官だったら自然に情報が得られるかと思ったが、甘かったか。情報を得たところでヤクザだぞ、手を下せるのか。まあ、あの日のことを忘れてるなら無理にやらなくてもいいか。しばらく様子を見よう。もしあの男が俺のことを思い出せば、その時は消すしかない。ヤクザだろうと。ああ、頼む、できたらなるべく思い出さないでくれ。轟、思い出す。轟さん、警察が。またか、熱心な警官だな轟。あ、今日は有ヶ谷か。こいつは有ヶ谷ゆき、いつも俺の前に現れる女刑事だ。今日はどういうこと。ここは私の管轄なんだから当然でしょ。そりゃ分かってるか。最近ちょくちょく来てる警官がまた来たのかと思ってよ。警官が来てるですって。そんな話は聞いていないわ。冗談は顔だけにしてちょうだい。なんだと、この女いきなり部屋まで入り込んできたくせに好き勝手言いやがって。すっげー、有ヶ谷のいる空間なんていい警官なんだ。よくわからん男の警官より毎日お前が来てくれたらいいのに。近所で殺人事件があっただろ、それで警備を強化してるんじゃなかったのか。だいたい今頃の時間に何度か来たぞ。それにしたってそんなに何度も警官の訪問があるなんておかしいわ。確認の必要があるわね。署に戻るわ。お前何しに来たんだよ。ったく。そういえばあの事件の日、男が走ってったのを見たんだった。この辺を深夜にうろうろしてるやつなんて珍しいからな。有ヶ谷は帰っちまったし、次にあの警官が来たら話してみるか。数日後。今日も思い出してくれるなよ。あー、おまわりさん、ご苦労さんです。はんにゃー。え、あー、お面つけっぱなしだった。なぜはんにゃの面をかぶってる。驚かせやがって。あー、いつもすみません。変わったことありました？ないですよね。いえ、今日はちょっとお話があるんですわ。え、まさか思い出した。やめてくれ。そうですか、何か思い出した方が。とりあえず上がってください。お邪魔します。何？気にせんといてくださいね。気になるわ。なんなんだ、ヤクザってのはこういうものなのか。まさか過去に仕留めた人間をああやって飾って。いやいやいや、まさかな。いくらなんでもそれは。どうかしました？ああ、いいえ、なんでもないです。
まあいい、誰があの時の男なんだ、こいつか。あのお話はあなたが。いえ、ちゃいます。こいつではない。今ね、 YouTube 動画の構想を練ってたとこやったんですよ。小道具もいろいろ出したんやけど、いまいちパッとせえへんのですわ。見たところただのチャラい兄ちゃんだな。こいつだったらすぐ片付けられそうだったのに。おいキリギリス、無駄口叩いてねえで早くご案内しろ。お疲れ様っす。どうぞこちらへ。こいつはいかにもヤクザらしいな。どうも。トラ！トラ？なぜトラが。まさかクセモノの侵入に備えているのか。クセモノ、俺のことか。そうか、もうここはシャバじゃないんだ。とんでもないとこに来ちまった。おいキリギリス、お前だな。あれ奥の部屋にあったやつだろ。すいません。出したらしまえ。客人なのにみっともねえだろ。ったく、あちこち散らかしやがって。片付けとけよ。失礼しました。どうぞお座りください。ああ、ありがとうございます。お話はあなたが？いえ、俺じゃないっす。こいつは結構強そうだからな。仕留めるのは骨が折れそうだ。違ってよかった。トドロキさん、お疲れ様です。トドロキさん。トドロキさん。トドロキさん。おう。まさかこいつか。やめてくれ。こいつじゃありませんように。違いますように。別の人でありますように。お待たせしました。実はちょっと思い出したことがありましたね。あ、それはどなたが。私です。事件の夜ちょうど近くを通りかかりまして。なんだ、なんで。よりによってヤクザで、しかもこんな恐ろしい。ダメだ、気をしっかり持て。俺思い出したからにはこいつの息の根を止め。どうかしました。いえいえ、何でも。このドス、何人手にかけてきた目なんだ。ダメだ、これは超えてきた修羅場の数が違う。ああ、始末した人数だ。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。おい、お茶をお出ししろ。すみませんね、気が利きませんで。え、いや、そんな、お構いなく。お茶、お持ちしました。今度店で発売のタピオカ緑茶っす。ああ、これな、うちの新商品です。結構美味しいんですよ。どうぞ。ヤクザの出したお茶なんて飲んで大丈夫かな。毒でも入ってるんじゃないか。いえ、本当、結構ですので。遠慮なさらず。ピー、断れない。じゃあ、少しだけ。いただきます。どうしよう、まさかタピオカ噛んだ瞬間に中から毒が。大変だ、タピオカが喉に詰まったんですか。早く背中叩け。お前はもう死んでいる。ダメだ、殺される。大丈夫ですか。日本刀があんな無造作に。もっとうやうやしく飾るもんじゃないのか。もしやいつでも切れるように用意してる。誰を。俺を。ヤクザの呼吸、しのぎの方、鬼切り。無理、こんなやつ始末するとか無理。あ、ちょっとどうしました。殺される。あ、何がどうなってんだ。キリギリス、おもちゃ片付けろって言っただろうが、いい加減にしろ。すんません。署でも確認したけれど、土蜘の事務所に出入りしている警官はいなかったわ。今頃の時間に現れると轟は言っていたけど、一体誰なのかしら。お前さん、殺される。ヤクザに殺される。落ち着いて。あなたどこの所属の方ですか。何がどうなってるの。後日。まさかあの警官が偽物だったとはな。警官になりすまして情報を集めていたのね。しかしヤクザの事務所まで乗り込んでくるとは大した野郎だ。やはり殺人犯ってのは肝の座り方が違うな。本当にそんな男があれほど取り乱して飛び出してくるなんて。トドロキ、あなた一体何をしたの。何もしてねえよ、勝手に逃げやがったんだ。嘘おっしゃい。状況次第ではあなたも何してやるわよ。なんで俺がこんな目に。待ちなさい、トドロキ。偽物じゃない。お互いの気持ちを知る日はまだまだ遠い。女刑事とヤクザであった。
お前、よくこの店にのこのこやってこれたな。あ、どういうことだよ。お前のせいでうちのコンビニは潰れたんだよ。はぁ、損害賠償として5000万円を要求させてもらう。なんだって。突然閉店したコンビニから慰謝料を請求された結果、俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今はしのぎの回収の帰りに行きつけのコンビニに寄っているところだ。親父、スイーツを買ってこいとか言ってたな。たく、最近糖分取りすぎだぞ。あ、こんにちは。おう、今日も働いているのか。ご苦労なこった。こいつはこの店に勤めるバイトの店員だ。いつからか軽く話す仲になった。またスイーツですか？せっかくかっこいいのに太りますよ。前も言っただろうが、このスイーツは俺が食うようじゃねえっつーの。そういえば私、もうすぐこのお店辞めようかと思ってて。おう、そうなの。って、ん？え？虫とま。お、おい、どうした？私、虫大嫌いなんです。お願いします、飲んでください。ぜ、仕方がねえな。ほら、もういなくなったぞ。ありがとうございます。たく、虫くらいでそんなに大騒ぎ。はい。ん？お前、何うちの店員にちょっかいかけてやがるんだ。あ？俺はそんなことしてねえよ。いえ、店長、別にそういうことじゃなくて。他に客もいるんだ。会計が済んだんならとっとと帰りやがれ。ぜ、わかったよ。すみません。翌日。今日も一日疲れたぜ。俺も親父に習ってコンビニで糖分補給してから帰るとするか。ん？何？閉店だと？長い間ご愛顧ありがとうございました。諸事情により閉店させていただきます。おいおい、やけに急だな。普通に営業してたのによ。仕方がねえ、少し離れるが別の店舗に行くとするか。あ、お前、あ、よくもうちの店にのこのこやってこれたな。お前は確かこの店の店長。どういう意味だよ。お前のせいでうちのコンビニは潰れたんだ。損害賠償5000万円も要求する。なに？損害賠償請求。おいおい、一体どういうことだ。俺のせいで店が潰れただぞ。全くもって意味がわからねえぞ。なんだ、白を切る気か。それがお前のやり方か。何言ってんだ。絶対逃がさねえからな。5000万円耳を揃えて払ってもらう。だからそれの意味がわからねえっつってんだろ。まずは説明をしろ、説明を。自分の胸に手を当ててよく考えてみな。だから、そこまでよ。え、有賀谷。こいつの名前は有賀谷由紀、丸坊の所属で、いつも俺を追いかけ回してくる女刑事だ。一般人に恐喝なんて連行します。バカ、そうじゃねえよ。言い訳は署で聞くわ。おとなしくしなさい。こいつ、真っ先に俺を疑いやがって。すっげえ。ああ、有賀谷、お前の怒った顔はスイーツよりも甘い。お前にだったらこのまま連行されるのも。って、何言ってるんだ俺は。ちゃんと否定するんだ。待て待て、むしろ今は俺が恐喝されている側だ。あ、どういうことよ。刑事さん、ちょうどいいや。話を聞いてくれ。こいつのせいでうちの店は閉めざるを得なくなったんだ。おかげで俺は大損だ。こいつに慰謝料払ってもらうには気が済まん。え、なんですって。詳しくお話聞かせていただけますか。昨日付でうちのバイトの子が全員辞めたんだ。突然な。全員ですか？ああ、うちは女の店員が多かったからな。必然的に店を閉めざるを得ないんだよ。だからそれと俺に何の関係があるんだよ。それが大ありなんだよ。なんせ女の子たちが辞めたのはお前が原因なんだからな。何？女の子たちがなぜ店を辞めたのかというと、ある常連客からのセクハラ被害に悩んでいるからだという。そう、その常連客こそあんたなんだよ。なに？トドロキがセクハラ？ありがや、ちょっと待ってくれ。俺は店の女にセクハラなんてした覚えはねえぞ。大抵のセクハラ野郎は言うらしいな。セクハラのつもりなんてなかった。こんなものセクハラにならないってな。お前がそのつもりでもセクハラを受けた女の子たちは傷ついてるんだよ。そんなトドロキが。おい、その店員とやらに会わせてくれねえか。直接話せば誤解は解けるはずだ。ああ、この後に及んで何を言うか。セクハラの被害者が加害者本人に会いたいわけないだろうが。確かにそれはそうね。でも加
女たちはお前からのセクハラがトラウマになってるんだぞ。お前に会ったらそのことを思い出ししまうだろうが、俺は彼女たちを守らなきゃな。それが店長である俺にできる唯一のことだ。さあ、わかったら店への賠償金と女の子への慰謝料5000万円払ってもらおうが。いやいや、俺はそんなことやっていねえ。まだしらを切るのか。じゃあ見せてやろうが、決定的な証拠よ。ん？証拠？これがお前が店の女の子にセクハラをしている現場写真だ。これはどうだ、泣き叫ぶ女店員の体を触っている決定的な瞬間だ。これでもまだ言い逃れをするつもりか。違う、これはこいつに頼まれて虫を取っていただけだ。虫？そんなものこの写真には写ってねえけどな。そうかもしれねえけど。驚きがセクハラ。嘘、やだ、なんで？見てみろ、この悲痛に苦しむ女の子の顔、表情は、なんてかわいそうなんだ。確かにこの写真はセクハラをしているようにも見えなくもないわね。何？さあだら、さあだら、うちは裁判してやってもいいんだぞ。なんせ証拠もあるんだからな。まあ、そういうことで、明日にでも慰謝料持ってくるんだな。ありがや、信じてくれ、俺はセクハラなんてしていない。私だって信じられないけど。でも証拠がある以上何とも言えないわ。そんな、トドロキがセクハラなんて確かに考えられない。でも確かにこの写真を見る限り。すみません、相談に来たんですが。はい、少々お待ちください、今確認いたします。あの子って反論。ああ、ちゃんと逃げずにやってきたな。金を払う気になったか。いや、そうじゃない。実はアリガイが署で珍しい人間に会ったらしくてな。珍しい人間だと？今日はそいつを連れてきたんだ。おい、失礼します。あっ、君は？この子は例の写真にも写っていたこのコンビニの子です。あの写真は私についてしまった虫を取ってもらった時のものです。セクハラをされたことはありません。だそうだ。いきなり証拠がなくなってしまったな。その子は違ったかもしれないが、他にも大勢セクハラを訴えてやめてるんだ。俺は間違ってないぞ。ええ、確かにこのコンビニではセクハラが横行していたようね。え、この子がセクハラ被害を受けていたのはあなたからです。何？聞くところによれば、あなたバイトを雇う段階から若くて自分好みの女性ばかり選んでいたそうね。挙句の果てに毎日のセクハラ三昧。はい、私たち女性従業員は店長からのセクハラに耐えかねてみんな仕事を辞めたんです。俺はどういうことかな。のことだか俺にはさっぱりだ。その女がデタラメ言ってんじゃねえか。他にも複数相談を受けています。言い逃れはできません。休養を思い出した。俺は失礼するぜ。ちょっと、おい、まだ俺との話が終わってねえだろ。ヤクザにふっかけたんだからな、俺なりの覚悟はしてんだろ。ヤクザ、いや、あの、その人の人生終わらせかけやがって、てめえの人生終わらせてやろうが。あ、では轟さん。おう、仕事復帰したんだな。はい、コンビニの仕事自体は好きだったので。あの後、例の店長が詐欺罪で逮捕されて、本部から新しい店長が来ました。他のバイトの子も戻ってきて平和になりましたよ。よかったじゃねえか。あら、轟、ありがやじゃねえか。お前に礼を言わなきゃいけねえな。別にあなたのためにしたんじゃないわ。それでも助かったよ。まあ、轟は紳士だからセクハラなんてしないって分かっていたけどね。お、俺が紳士？やだ、私ったら口に出てたわ。悪行の真実を掴んだらすぐに捕まえてやるって言いたかっただけよ。ちょ、おい、どういうことだ。お互いの関係性について真摯に向き合う日はまだまだ遠そうな女刑事とヤクザであった。飼い犬が病気で苦しんでいます。どうか私たちに力を貸してください。天然素材由来の肌に優しいマスクです。開発にご協力ください。驚くほどに汚れが取れるスマッシュボール、向こう10年洗剤いらず、投資をお願いします。集まってきた集まってきた、投資金がガッポガポだ。バカな奴らだぜ、全部騙されてるとも知らずにさ。クラウドファンディング詐欺を仕掛けた男の末路。
俺の名前はキリギリス・ミンキー。日本最大勢力のヤクザ土蜘の新米で YouTuber や。今日も京都でネットサーフィン中。何か面白いネタはないかなっと。そういえばこの前投資したクラウドファンディングのプロジェクトどうなったんやろ。全動画配信者必見、動画編集の時間が3分の1になるソフトウェアっていう触れ込みやったから結構期待してたんやけど。ってあれ、開発打ち切り、開発再開の見込みは立っておりませんって、どういうことやねん。クラファン詐欺。ショックや。結構な金額投資してたしな。おお、投資ですか。意外に金融リテラシー高いんですね。ええ、カギロウハン、実はカクカクしかじかなことがあって。なるほど、クラウドファンディングですか。ちょっとそのページ見せてもらってもいいですか。え、もちろんいいですけど。これです。ふむふむ、なるほどなるほど、これ詐欺ですね。クラウドファンディングに詐欺なんてあるんですか。お金を集めるだけ集めてどんずらするんですよ。リターンの商品が届かなかったり、説明と違う商品が届いたり、プロジェクトが一方的に中止になるケースが多いみたいですね。プロジェクトが一方的に中止に、俺のパターンと同じや。最近流行ってるんですよ。令和ナットゥのニュースとか聞いたことないですか。あ、確か一生分の食べられるっちゅう納豆券を買ったのに、店側に一方的に提供停止されたっていう。それです。令和ナットゥ事件は故意かどうかはともかく、ああいうクラウドファンディングを使った詐欺が多いんです。それはもうウゴのタケノコのようにニョキニョキと。でもそんなの詐欺って見分けようがないやないですか。もしかしたら本当にプロジェクトが頓挫しちゃったのかも。誠実なプロジェクトなら普通返金に関する説明がありますよ。出資者に何の連絡もしていない時点で詐欺確定です。確かに。だけど詐欺を見抜く方法もあるんですよ。ほんまですか。この手の詐欺をやっている人たちはいくつかの偽プロジェクトを並列して出してるんです。なのでその分内容が薄いというのが特徴ですね。支援金の使い道が明確に書かれていない場合は要注意です。言われてみれば書いてる内容はふわっとしていたかも。あとはプロジェクトの内容に対して目標金額が高すぎるという特徴もありますね。この手の詐欺を働く人たちはとにかくたくさんのお金を手にしたいので金額を高めに設定してることが多いんです。そういえば一部の支援者には高すぎるって突っ込まれていた気も。聞けば聞くほどこのクラファン真っ黒やないですか。とまあこんな感じでクラファン詐欺を見抜く方法もあるということです。今後は注意して危ないクラファンは回避してくださいね。カゲロウハンの言う通り、もう関わらないようにするのが無難やけど。なんたって俺は闇を暴く系 YouTuber、 ただでは転ばんで。逆襲開始や。逆襲。これも怪しい、あれも怪しい。カゲロウハンの言ってた特徴を抑えてみると確かに結構あるもんやな。これとこれとあとこれと。ん、このプロジェクトの提案者もしかして全員同じ人なんちゃうか。内容は全然違うけど、どのプロジェクトも途中で中断してるし、何より中の文章に使われてる顔文字が似てる。お茶どうぞとか、ええとか、若干古臭さを感じるというか。確証はないけど確かめてみる価値はあるな。よし、ここは一つ釜をかけてみるか。実は100万円を出資したいと考えております。大金ですので直接お話を伺うことは可能でしょうか。そうしんと。100万円なんてもちろん嘘やけど、金にがめついやつなら食いつくやろ。お、早速返信来た。なになに。ありがとうございます。ぜひお願いします。お辞儀。私はいつでも大丈夫です。んぱー。
へへへ、罠にかかったな。お前の悪事、絶対に暴いたる。キルギリスさんですか？そうやけど、もしかして君が…はい、まるっと世界を回りたいを起案したものです。お会いできて嬉しいです。そうか、君が。このクラウドファンディングは文字通り勉強のために世界を回りたいっちゅう高校生が起案したもんや。確かにこの子の見た目は高校生くらいやけど、それで君はどうして世界一周に行きたいの？俺、孤児なんです。親がいないせいでよく学校でいじめられてました。クラスメイトも先生もみんな見て見ぬふりで辛くて、そんな時助けてくれたのが外国人の先生だったんです。その人は見て見ぬふりをするなんて私の国じゃありえないって。それでいろんな国を見てみたくなったんか。単純ですよね。でもきっかけなんてそんなものなのかなって。何かを成し遂げたいと思う心の原動力は単純な方がいいのかなって今は思ってるんです。キルギリスさん。いいこと言うやないかい。ついつい聞き惚れてもうたやないかい。やけど感動した、感動したよ。ぜひ俺の金を使ってほしい。本当ですか？ああ、世界中を旅して俺にお土産話を聞かせてくれよな。あ、そうや、 ID 交換しようや。 LINE 持ってるやろ？はい、もちろんです。これをこうしてっと。よし、今メッセージ送ったから確認してくれ。どれどれ。ん？どないしたんや？いや、だってキリギスさん、これこれからよろしくな、ウィンク。お兄さん、見た目チャラいのに使う絵文字古すぎですよ。こんなの今時誰も使ってませんよ。そうなんや。この顔文字、君がクラウドファンディングのページで使ってたやつやけどな。え、君はこのクラウドファンディングの提案者なんやろ？だったらこの顔文字を古臭いっていうのはおかしいんちゃうか？それはその、父がページを作ってくれて。おお、やったらそのお父さんとやらに合わせてみ。100万も出資するんや。それくらいの権利はあるよな。それはそこまでだ。誰や。もういいぜ、これでうまいもんでも食って帰るな。ありがとうございます。あんたらが黒幕か。お前が最近俺たちのことを嗅ぎ回ったら若さおったのは。だったら何や。俺たちはよ、このクラファン先を新しいしのぎにしてんだよ。海外のあんちゃんに教えてもらってよ、技術を身につけるのも一苦労だったんだぜ。だがよ、すべて知っちまったおめえには消えてもらうしかねえんだよ。はーい、そこまでです。誰だてめえは。組織対策第5課の薄葉かげろうです。クラウドファンディングを使った詐欺の容疑であなたたちを逮捕します。さつか、なんでこんなに早く俺たちのところに。人の善意を食い物にするような人間はいずれこうやって天罰を受けるんですよ。ちなみにあなたたちは包囲されています。公務執行妨害、おまけされたくなければ速やかに逮捕されてくださいね。畜生。というわけで、クラファン詐欺には海外マフィアが絡んでるっぽかったので、私たちも応援に駆けつけたわけなんです。よかった、カゲロウハンたちが来てくれなかったらどうなってたことか。まったく、ミンキ君はいつも先走りすぎです。では助けたので、お礼に焼肉おごってもらいましょう。はぁ、あ、って天使。詐欺集団は嫌だけど、カゲロウハンを支援したい。詐欺クラファンは成敗できても女刑事にはかもられる新米ヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたらすっきー。俺からもお願いや、カゲロウハンのためにもよろしく。